ヘイヨー、ケンツメシです。はい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 、今ねトロフィー見たらわかると思うんですけど、6062、グローバルが100、デケ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 デン、17位でローカルが5位。はいはい、仕上がってますね。でタイトルが5999トロフィーで、白票のね、まあ、やつになってくると思うんだけど、まあ、無事ね6000はいけてますと。で、そのリプレイ解説なんですけど、ここやって、これかな、この、枯渇を倒したときに、5999で、そっからも勝って6000いったんだけど、そのリプレイ解説をしていきたいと思います。で、何を見たいかっていうと、まあ、これマルチ見てくればわかるんだけど、あのね、ホグ枯渇三重詩、じゃあ他、ホグ枯渇と三重詩がマジで多いかな。うん。で、使うデッキはこちらの高回転迫撃で、使ってる本人は、剣詰めし、はい、どうも、高回転滑舌の剣詰めしです。はい。で、滑舌が悪いっていうのは、まあね、口の中が高回転なんで、まあそうなってますね。で、まあ、ゴーレム捨てたんですかとか言われるんだけど、それはこちら、今ね、育ててるので、絶対乾燥させて、後々強いのは絶対こっちなんで、今は白撃法。やっぱね、トロフィー上がれば何でもいいと思っていて、自分のデッキとかもあると思うんだけど、やっぱトロフィー上がんないとつまんないし、トロフィー上がって気持ちよくね、グランドチャレンジとかの方に行けばいいかなと思ってます。じゃあ、リプレイ見ていきたいと思います。じゃあこれかな、まず。じゃあ、ホグ三重詩から。うん。あのね、まあ、トロ隊によると思うんだけど、今、迫撃法マジで強いんで、ぜひ見てほしい。で、結構そのフラメンに教えたりしてるんだけど、見ててね、ここ違うみたいな。やっぱその人の合う合わないっていうか、慣れっていうのが必要なんで、そこね、徹底解説していきたいと思います。迫撃法、置いても、もう1点くらいでは、もうこれ、あれだわ。カトグか、三重詩の方がいいです。そうして、で、このね、やりごとにね、残っちゃったのはもったいないです。はい、これは無視して、で、ロケットする。一本置いて、まあ、やっぱりもう一本置いて、アドバンテージ取ってからしか動けないデッキが多いんで、まあ、ロケットでトントンで、敷き直せると、まあ、強いですね。なんで、まあ、ロケットを打てるエリクサーはある程度残しておくのがポイントかなと思います。で、まあ、ホグが来るようになってると思いますけど、アイス出して、で、こっちにですね。こっちもらって、で、エリクサーを置いて、アイテムもいいんでね、これ辺のアイテムやっぱその簡単にダメージ入れさせてくれないんで、ね、でここで2体の方にロケットがいると思うんですけど、やらずに、まあ、トルネードプラス、破壊力プラス、ウッド、ただまあザップが嫌な目で倒せるんで、そこら辺はね、しっかりと頭に入れておけるといいです。で、この場合になったリポンにはもうロケット打たないでください。やっぱロケットは6コス同士なので打つんですけど、その相手がね1リクスを補給した後打つと、あんまりいないんで、このロケットですね、打つが今分かってます。で、このままで転がして、はい、ね、集中したらないと過ごしたんで、まあでも、ストレートの意味がそんなかな。相手ないと気にしないとってね。すいません、お願いします。許してください。チャンネルだけは、で、ここはもう、ある程度ダメージは受けて、やられたら一番臭いやつですね。ナイトが来て、
ず前線を上げてきて、これね、一マス後ろなんですよ。ミスです。ミスだけど相手はね、焦って処理して結構打った直後っていうのが一番隙がでかいんで、じっくりとね、落ちて組み立てて、吸ってくらいともいいと思うので、転がして、ロケットを一応つけるので、先に使う方は最後に絶対捕鯨をしてくださいと。まあ、これで次、枯渇だね。まあ枯渇相手って結構勝ちやすいんで、相性で2倍で やってきますね。あ、でもこれあれか、大事なとこあるからダメだ。トースクでいきましょう。で置いて、まあプリンス、これは倒せる。でこれですね、これでデスクで回避して、これマジでね、あのここでロビンフットを打ち切ったはずだったんですけど、あー、邪魔した。あの、今、下の手には来てくれた方がいるんですけど、ローリングって一瞬触ったじゃないですか。で、俺一人出したと思ったら、指がアーチャーに当たってて出しちゃったっていう。まあ、今のウッド決めたらもう完全に試合持ってきましたね。あの、一番でかかったところはやっぱ、ガゴムレを鳥のアイスピで消せたことですね。まあ、そこかな。やっと敵戦パーティまあ、ある程度ダメージを受けて、ここのアイスを消して、ここがね、アチャアイスか、アチャスケで、これも先ほどみたいにビーフに切られたら、まあ、ロケットに、じゃあ、これ、やっぱ、ずっとは、バレルに対して強いんで、ロケットに行くと、これで朝にアイス消せる。今は追っやっぱ見ててわかると思うんですけど、なんで迫撃砲でコントローラー上がってるかって枯渇が多いんですよ。でこれで5999で、これが最後ですね。で枯渇が多いんで上がってるということは、裏返せばゴーレムがきついってことなんですよ。でゴーレムで強いのはやっぱそのゴレベンジュラの攻撃技術とか使えるやつね。なんだけど、やっぱ反則しないと使えないんで、これも相手ボスキャラになった瞬間には、これ、ラババルっすわ。最悪だと、ラババルが上手い相手は勝てないんで、終わったと思うんですけど、実はね、ラバなしの、バルーンなしの先制だったんで、まあね、いい感じで。で、このスキルを、スケルトン部隊か、スケルトン部隊墓石か、まあ、ゴブリンギャングスレスクだと思ったので、ここでいきなり、はい、オッケー、めっちゃ。で、ここで相手も焦って墓石。まあ、この墓石なかったら、もう、タワーめっちゃ削れてるん で、これでも、破壊機も絶対入るなと思ったので置いて、で、メガゴ来るなと思ったんですけど、何をしますか、アイスの位置をここにやってまして、アイスの位置しかやってたら、アーチ当てて、スケルトン抜けてっていうので、あと3、4発は入ってくるんじゃないかなって。もったいない。非常にもったいない。この時もね、やめてしまったっつって。なんだよね。バルーンじゃない、ラバ来たらもう逆されないんだよね。もう地上でガンガン削る感じ。で、これもうラバメガゴとか、ラバガゴの、あの、これ、分解して、ファイブ置いて、で、破局はね、一発で取るんで、もうアドバンテージですけど、で、ここなんですけど、これでまた吸って、左に、吸って、逆に入れて、あの、こう、で、アドバンテージを、で、ここで、
から出して破裂するときにナイフで受けない、はい、ですぐさまカウンターで決めてメガグが来るのでスケで受けて回復はい、終わりですね。ここはもうダメだった、前もダメだった、回転数で上回ってまえ時間来て、これはもう最後にプロテクティングしかもし逃げようと思って、ここなんですけどトルネードでマックスこれで吸ってアイスを吸って、どうしたかこのゲームが残ってで、煽って、このプラズネイキの中に来るのをその、ケンツミシのそのツイッターね、あの6000到達ツイートとか、あの下の概要欄にあるケンツミシのツイッターから飛べるので、ぜひね、見てください。で、ここら辺はまあ練習してたり、で、このゴーレムデッキね、普通に使ってて、で、これさっき言った、なんかマルチコードで言ったやつですね。で、これをもう最後解説して終わろうかなと思います。今シーズン6100いきたいね。で、ね、迫撃砲のね、マルチしながら取ってほしいっていうのもあるんだけど、操作量多すぎて、いちいち言ってられないんだよね。ここで、スケとアイス出してみたいな。ここで、ね、あれなんですよ。スケルトン出すとね、で、ホグがちょっとスケルトンに押し出されて、外に出てるんだけど、それに気づかずに、トルネードやっちゃったんで、スカッと。え？危ないこれ。めっちゃ焦ってます。で、ホグ30しかってことで。対象としては回してないんで、ちょっと待ってくださいって、ホグが組み立ててますね。あそこでもし相手が1本持ってる30しだったらちょっとやばかったなって感じですね。アドバンテージ、トルネード使ってる部分、ロケット撃てないん でガドって時にはもうこれ違うなと、ランパーでランパーでこれトルネードでトルネードトルネードアイスキでガゴをするですね。ヤマメっていうのはガゴとかにめっちゃ強いんですけど、まあ、トルネードよくねみたいな、うん、アチャとアイスポールを使えばトルネードいいんじゃねえかっていう結論に至ってトルネードですね。やっぱその、さっきのラババル、ラバもやっぱ出てないと負けた部分があると思うんで、うん、そうだね。で、今のここも、迫撃出してすぐナイトとかでもよかったんだけど、まあ、リスクが高かったし、まさかね、インフェ入ってると思わなかったんで、そうだね。でもこのプレイヤートロフィー6000、もう、インフェで取れた分は、6000、相手としてうまいんで、なかなかユニークなデッキだけど多分勝ってるんだろうなと思います。でも一本なしなんでロケット打てば相手は攻めざるを得ないと、攻めざるを得ないけどももうねもうこれがちょっとなみたいな感じで今この動きに出したんですけど、これちょっと焦ったなって、それで打っていてよかったよね。ジャイアントマスケシングだったので、でここから勝つとこですよ。で、いいテクニックを使わないと、で、アイスを置かずに、ここで、トップを置く、アイスを置ける、このスキルは、なんかいいと思うんですよね。ダメが入る、で、迫撃敷いて、確かね、30しかないのって分かったんで、これですね。でまあランパーというのが上がってきて、さあさあさあこうなってしまえばもうこれを使って支援して、あとロケットに発射になってくるので、ね、まあローリングフット回してロケットで処理してもいいかな、うん、今ロケット打ってまだ打たないんだね。もうこれ相手は焦ってワープを追いかけますね。よし、最初に取ったけどよし、ね、あ、
まあ、こんな感じで自分は薄力法でトロフィーを上げますと。で、育成の優先順位なんですけど、1番にナイト、次アッチャー、ナイトアッチャー薄力アイスかな。まあ薄力法はやっぱダメージ稼げるんで関数がいいね。ここら辺は関数がいい。うん、ここら辺はスケはまあ12でもいいかなみたいな。まあ取るタイミングですけど、でウッドは3か4欲しいね。うん、あ、でもまあ取るタイミングありますよ。それならまあいくつでもいいかなてな感じで、こんな感じで僕はトロフィーをあげましたと。で、まあ6100いきたいよね。おっと、4位だ。うん、よしよし。じゃあでは飯食べてきます。スイスウィスウィスウィス。